皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今回は大月みやこさんで今もセレナーデ。歌手生活60周年を記念する曲が出る。どんな歌だろうと楽しみにしておりましたら、なんとラテン系のいわゆるリズム歌謡ですね。テンポが120、こんなに目をひんむくことないんですけどもね。えでも大戸浩司は逃げません。なんとかしたいとこのように思っております。ノーマルでちょっと女性きついんですけどね。じゃあ4段目の頭までいきましょうか。くるりくるりくるりと思い出が、くるりくるりくるりと駆け巡る。酒なんて嫌い、大嫌いだけど、寂しすぎる夜は飲んでしまいます。いつの間にかなくすピアスのように、恋を捨てられたらいい女かしら。はい、ここまでね。え、本当はもう少し早いかな。楽譜を見てください。本線のメロディーは2段目からのようですね。お酒なんてというね。では1段目すべてと2段目のこの感想は何なんだと。私はね、多分専門用語でバースというんですけども、序章のようなものだろうと思うんですね。またこれがね大変なんですよ。最初2小節しかないんです、イントロが。くるりもう出るんですよ。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、くるりくる。すごいですよ。もうね、自分の順番が来たら早めにステージに上がらないと。それはもう発表会はもちろんのこと、そしてカラオケ喫茶でもね、まごまごしてる場合じゃないですよ。はい、それやってみましょうね。はい、ね、こんな感じ。思い出が、こんな感じですね。もう一回。くるりくるりくるりと思い出が。はい、時間があまりありませんので、ちょっと早めにね、しっかりと。くるりくるりくるりと、くるりくるりくるりと、このくるり、りの音が前倒し、私は前倒しという言葉を使います。くるりとの、との音もそうですね。こう右に右に寄らないように気をつけたい。くるりくるりくるりと、その次はうん、思い出が、がの音も前、うん、思い出が。さあ、ここまで歌いましょう。くるりからね。3、はい。くるりくるりくるりと思い出が。そしてくるりくるりくるりと駆け巡る。くるりくるりくるりと、ポンポンポンと上がります。
くるりくるりくるりと前倒し前倒しくるりのり一つ目ね、くるりとのともそうですね。次は一泊休み、うん、駆けめぐる、うん、駆けめ臨時記号めぐる。でその次三小節、お酒といきますけど、さあじゃあくるり三、はい、くるりくるりくるりと駆けめぐる、一二三四、二二三四、三二三四、お酒。はい、それではここまでいきましょう。くるりくるりくるりと思い出が、くるりくるりくるりと駆け巡る。お酒なんて嫌い、大嫌いだけど、寂しすぎる夜は飲んでしまいます。止めましょうか。お酒なんて嫌い、半拍休んで、お酒なんて嫌い、たくさん出てくるんですけどね、これ多くの中の一つ、なんてなんてで嫌い、いが前倒し。次一泊休み、大嫌いだけど、さあ字余りのようでそうじゃない、けが一泊目、大嫌いだけどけど、これで合ってる。その次は、寂しすぎる夜は、そしてその次、飲んでしまいます、飲んでしまいます。はい、参りましょうね。じゃあお酒、ワン、ツー、スリー、フォー。お酒なんて嫌い、大嫌いだけど、寂しすぎる夜は飲んでしまいます。次いきます。いつの間にかなくすピアスのように、恋を捨てられたらいい女かしら。さあ似てるけど、またまたちょっとずつ違うメロディー。はい、じゃあいつの間に、いつの間にかなくす、演歌歌手ですね、二の音に拳、いつの間にかなくす。その次、うんと一泊休み、うん、ピアスのように、世の音にまた拳。じゃあいつの、ワン、ツー、スリー、フォー。いつの間にかなくすピアスのように、恋を捨てられたらいい女かしら。恋を捨てられたら、いいですね、恋を捨てられたら、
うん、これ字数が違うから似たような節でちょっとだけね音符の組み合わせが違います。その次、いい女かしら、いい、いい女かしら。では恋をさん、はい。恋を捨てられたら、いい女かしら。ですけどね。さあ、それじゃあ歌の部分、お酒、お酒いきましょう。少しだけテンポアップね。3、はい。お酒なんて嫌い、大嫌いだけど、寂しすぎる夜は飲んでしまいます。いつの間にかなくすピアスのように、恋を捨てられたらいい女かしら。さあ、それでは、それでは前半仕上げましょう。お酒なんて嫌い、大嫌いだけど、寂しすぎる夜は飲んでしまいます。いつの間にかなくすピアスのように、恋を捨てられたらいい女かしら。一人ぼっち、今度は皆さんで。なんとか半分は、うん。一人ぼっちで、ここにね、皆さんが一人ぼっちで、ぼっちで、あとこうね、コーラスが入る。ほうほうずえついてついてと、ここもついてとコーラスが入ります。うん。一人ぼっちで。
若いんですけどね、あんまり強く歌わないですね。頬杖ついてこんな感じかな。あなたを思うと心に火が灯る。心に火が灯る。心に火が下がる。心に火が灯る。もるスラーでね、ちょっと押し下げる感じ。ルの音が半拍分、まあね、テンポが速いから大したことないんですけど、灯る。ずいぶんここも感想があります。どうぞしっかりとね。それでは、はい、ひとりぼっち参りましょう。3、はい。ひとりぼっちでぼっちで頬杖ついてついて、あなたを思うと心に火が灯る。愛しているから綺麗なさよならを、真夜中次の恋のセレナーデ。先ほどのね、ひとりぼっちでコーラスねついて、これ皆さん歌っちゃいけませんよ、遅れますから。愛しているから、愛しているから、綺麗なさよならを。ラが長い8分音部分ね、しっかりこう長くして、お急に下げる。はい。愛しているから綺麗なさよならを、真夜中過ぎの、真夜中過ぎの、うん、恋のセレナーデ。のと背にすら、恋のの、こういう感じで歌ってますね、大月さん。じゃあ、愛し、時間がないので急ぎます。3、はい。愛しているから綺麗なさよならを、真夜中過ぎの恋のセレナーデ。2小節あります。はい、それでは後半、ひとりぼっち、テンポ上げますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ひとりぼっちで頬杖ついて、あなたを思うと心に火が灯る。愛しているから綺麗なさよならを、真夜中過ぎの恋のセレナーデ。さあ皆さんで一人、3、はい。墓地でついて、
なさい。さあそれじゃあ繰り返し繰り返し、1番が終わりますね。1番が終わりますと、本当はね感想が10小節だったかな、長いんですよ。でも例のね3小節これを私はね伴奏と言いますか、ね、感想にしますのでね、こういう感じ。恋のセレナーデ、例の3小節の部分のメロディー、いやいや感想を使います。じゃあ2番が終わると一人ぼっちで、これは感想がないんです。2番の恋のセレナーデ、一人ぼっちで頬杖といきますね。じゃあそのハーフの最後、恋のセレナーデ、これ最後あるでしょう、これ、今もセレナーデ、今もセレ、今もセレナーデ、こういう感じなんですよ。もうほんと大変はい、それでは参りましょう。早いね。Thank you.
申し訳ありません。皆さん、CD をご購入ください。ダメだこりゃ。いや、でもね、なんとか、ついてきていただけました方、本当にお疲れ様でした。キーなんですけども、女性の皆さん、マイナス1、マイナス2、これかな？うん。男性は、プラス4で、いかがでしょうか。はい。ちょっと、人が歌う、ね、そんな曲とは違うものをお求めの方、こんな、今もセレナーデ、などいかがでしょうか。誠に、お疲れ様でした。ありがとうございました。